年生の子も来ててくれるから野球を始めたのはえっと9歳ですかね9歳3年生のりぐらいからなのではいそれはなぜ始めようと思ったんですかえっと先に兄が野球を始めたんですけど私はすごい兄の真似をするのが好きな子供もちっちゃい時から赤ちゃん時からそうだったんですけどそれで兄の練習を こう参加せずに見に行ってただけだったんですけど、うんまあ、途中で私もやりたいってなって、うん、でたまたまチームに女の子もいたので、うんまあ、その子にも誘ってもらったっていうのが、うん、きっかけで始めました、うん、あ兄弟は 2>, 2人もうまあ、まずすごいのは川端慎吾選手ってすごいですね <laughs> 野球選手って基本的に次男が多いんですよ下が<ー>やっぱお兄ちゃんに引っ張られて。 お兄ちゃんに引っ張られて下ががッつ頑張って下が鳴るっていうケースがた多分67割半分以上ですけどすごいね,でねこれお兄ちゃんの野球、まあ、さっき言ってたけどやっぱお父さんが野球好きやった大好きですね一番好きですね家族の中で阪神ファンいえジャイアンツ <laughs> 大栄翁ファンでした <laughs> ああもう和歌山やから南海からの流れかな <laughs> そうですへえもう ノブシの野球好きですよこれ。<laughs>